次はどうすればいい？オルガ。かつて人類を破滅の危機に追い込んだ戦争、厄災戦から300年。治安維持組織ヤラルホルンの庇護のもと、地球上の4つの経済圏が世界の中心となった時代。世界には仮初めの平和が訪れる一方で、地球圏を経済の頂点とするいびつな統治構造は、地球とそれ以外の惑星間との経済格差を生み出していた。搾取される側に追いやられた圏外圏は困窮にあえぎ、貧困という負の連鎖から未だ抜け出せずにいる。時にポストディザスター323、火星の民間警備会社クリュセガードセキュリティ、通称 CGS。 その中で少年兵のみで構成された非正規部隊3番組は、地球までの護衛任務に指名される。依頼人の名はクーデリア・アイナ・バーンスタイン。火星独立運動の中心に立つ少女、火星の問題を象徴する同年代の少年たちと行動を共にし、その痛みを少しでも分かち合えたら。彼女の新卒な思いから生まれたその選択と行動が、後にこの世界を大きく揺り動かすことになる。今、地球より彼方軍神の地にて、革命の乙女に導かれし鉄の花がその身を芽吹かせようとしていた。鉄と地と
貴様が指揮をしているのか。死ぬ死ぬ死ぬ。死なねえ。死んでたまるか。このままじゃこんなところじゃ。終わるねえだろう。ミカ、次はどうすればいい？俺が決まってんだろ。ん？行くんだよ。どこに？ここじゃない、どっか。俺たちの本当の居場所に。うん、行こう。俺たちみんなで。来たのか知らんが、そんな旧世代のモビルスーツ、このギャラルホルンのグレイズの相手ができるとでも。もう一人死んだみたいだけど。その声、貴様まさか子供か。そうだよ、あんたらが殺しまくったのも、これからあんたらを殺すのも。なんて。お前も倒す。何はしない。当たれ。行くぞ、バルバトス。沈め。叩く。くそ。ここまでなのか。
俺と俺の仲間のためにできることをやってるだけだ。
それが子供か。言っとくけど、俺は犠牲になんてなってないよ。俺と俺の仲間のためにできることをやってるだけだ。で、今はとりあえずあんたが邪魔だ。あの荒屋敷システムというのを使えば思うがままに操れるのでしょうか。そうすれば私も少しは皆さんの力に。やめとけ。俺たちは運が良かっただけだよ。え？俺とミカコはその時一緒に手術を受けたのは10人。そのうち4人は失敗してそのまま病院送り。多分今でもベッドから起き上がれないだろう。生きてればだけどな。ミカはそれを3回も受けてる。そのリスクしかないような手術を。もちろん自分の意思でな。ミカはな、強くなくちゃ生きていけないことを知ってるんだ。だからってそんな危険な手術を。意地汚くてだけど潔い愛さん矛盾の塊なんだ。だけどだからこそ強い。すごいのですね、三日月は。私も彼のように戦えるでしょうか。あんた、もう手術を受けたいなどとは考えていません。私の戦う場所は別にあることを知っています。鉄火団。え？俺たちの新しい名前。 CGS なんてカビ臭い名前を名乗るのは尺に触るからな。鉄火、鉄の火ですか？いや、鉄の花だ。決して散らない鉄の花。なあ、俺が勝った場合はどうなんの？あんたそれ言ってなかっただろ。気に食わなかったんだ。すまない。バカにしたわけじゃないんだ。その選択を俺が持たなかった、それだけだ。俺は上官の命令に背いた。何の土産もなく帰れば俺の行動は部隊全体の問題になってしまう。だがここで俺が終われば責任は全て俺が抱えたまま。うわもういいよ、喋らなくて。すまんが、手を貸してくれないか。あ？俺はもう自分で終わることすらできない。うん、わかった。ありがとう。